こんにちは、ミッドウェイ創作の村井です。竹内です。よろしくお願いします。お願いします。なんか違和感のある横並びだね、今日は。そうですね、はい、ストアマネージャーの藤崎さん休みなので、はい、ミッド竹内2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日は、まあ、いろいろ買い物してるんで、はい、YouTube 人気企画の購入品紹介、はい、久々にやっていきたいと思います。で、みんな、まあ、僕はさておきね、竹内くん何買ってるかって結構気になってる人多いと思うんで。本当ですか。はい、ということで、まあ、僕竹内くんみたいな感じで交互に紹介していきましょうか。はい、僕の一つ目行ってみたいと思います。ラブレットのトラックスーツです。はい、はい、秋冬ですよ。まだ暑いんで全然着てないですけどね。コレクションでもね、今回目立ってたし、パンツとか、あと、まあ、ラブレットのトラックスーツね、セットアップでずっと欲しかった。はい、まあ、今回生地感が最高なんで、もう速攻買いましたね。はい、めっちゃ着やすそうですね。ね、これ画面で伝わるんかな、こっち帰ってもらうと、このヴィンテージエフェクトって言って、この着込んだ風合いをこう生地加工で表現してたりとか、ジャージのポリエステルの生地の上にこうキュプラ、ちょっとこう落ち感が出る上品な素材を混ぜてジャージを作ってるっていう、この違和感っていう、なんかそういうミスマッチ感がタブレットらしくて、はい、買っちゃいましたね。なんかコーディネート的にはね、コレクションでもこのラインパンツにあのチェッカーフラッグのスニーカーとかをしてて、はい、僕ちょうどね、もうこれ買う気満々やったんで、バンズのチェッカーフラッグも買ってて、はい、それと一緒にこう合わせていきたいなっていうのと、なんかね、ジャージ上下をね、持っとくと休みの日も着れるじゃないですか。はい、なんか僕あんま黒の服買わないんで、休みの日に着れるのはやっぱ黒じゃないですか。はい、オレンジも迷ったっすけど、やっぱ今回黒にしちゃったっすね。で、前のシーズンもあのめっちゃでかい肩パッド入ってて、この同じシルエットのやつ出てて、で、それと変更点でね、このウエストの絞りがめっちゃ強くなってるんで、はい、この丈調整できるのも結構かわいい。かわいいですね。で、このダブルジップになってるのも結構良くない？そうですね。うん、なんかこう下だけ開けて着丈長い感じにしてもいいし、リックのパンツと合わせたらもうあのジャンボピーターみたいなこうシルエットで組めるんで、後ろジャンボピーターまんまですね。めっちゃ可愛くない？はい、でも服なんてでかければでかい方が好きやし、着心地軽いの好きやし、やっぱ楽でおしゃれなインパクトある服が好きなんで、もうこれは買ってよかったっすね。似合ってる？大丈夫？はい、似合ってます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて竹内くんの購入紹介いきますか。はい、竹内くんお願いします。はい、僕の一つ目の購入品はこれです。はい、好きやね、リックウェス。いや、もうここに入ってからもうなんか、はい、好きが加速しましたね、リックの。この箱っていうことは、はい、じゃあ靴ですね。気になりますね。ジオバスケット。ああ、なんかでも竹内くんのスタイルでこれって意外やね。はい、もう全然なんか、はい、正直あの履かないかなと思うくらいなんですけど。そうやね、ちょっと逆のスタイルのスニーカーというか、はい、はい、まあ、でも、うん、リック好きとして、まあ、これは持っとかないといけないなって思ったんで。そうやね、はい、そうやね。だってハイカットのスニーカーっていうか、まあ、スニーカーも三原以外履いてるの履いたことないし、ね、はい、でもなんかね、竹内くんも言った通り、これはやっぱり持っておかないといけない靴っていう感じあるよね。はい、そうですね。え、でもどう合わせるの、竹内くん。でも今ショーツ履いてるんですけど、うん、ショーツに合わせたりとか、うん、あとバウハウスの白持ってるんですけど、うんうん、それに合わせたりとか、まあリックなんですけど、うん、まあ一番かっこいいかなって感じで。まあ、せやんね、パンツも何本か集まってきて、それ持ってると次靴何買うってなると、まあスニーカーとかジオバスケット。はい、でもまあスニーカーズもね、万能やけど、インパクト的にはやっぱり、はい、ジオバスケットっていうとこあるよね。いや、竹内くんに先越されるとは。村井さんはまだジオバスケット持ってない。で、この迷ってピンク買ったから。はい、ああ、うん。僕もジオバスケット派ですよ、結構。スニーカーズ買っといてたんですけど。これ最高っすね。はい、サイズは竹内くんこれ。サイズは40ですね。うん、サイズ40、はい、え、これのキスブーツも？キスも40で入ってます、ね。うん。25センチ。はい、そのくらいです。で、履き方的にはどう？この竹内くん紐巻き似合いそうやもんね、この、はい、上にこう外してグルッてして、ちょっとタイトに絞る感じもいいし、ね、いろんな着方楽しめるのもやっぱジオバスケット、はい、魅力的ですよね。はい、僕の2つ目か、はい、これです。お、
はい、人気のディスカバーのニュースドのワイドバンド T シャツですね、はい、結構ねリリースし続けてますけどようやく買いましたね。っていうのもね、このベラポッツよく履くやん。はい、履きます、ね、でこれジップあるやん。はい、リックのトップス着丈長いからあんま見えへんやん。そうですね。これに合わせるかっこいい黒の T シャツ探してて、はい、なんかいろいろ撮影で着てる中で一番バチッとはまったのこれ。はい、ね、しかもこの色可愛くない？この可愛いですね。この色が好きです。ね、なんか黒の T シャツ探してたけどちょっと真っ黒すぎても僕、はい、もうちょっと派手な方が好きやし、なんかこれがね一番選んでる中ではバチッときたんですよね。はい、ね、古着を再構築してるからこの一点物で選ぶのも楽しいやん。はい、しかもこの生地の風合いとかシルエットも全部違うし、これはね、ほんまバチッときましたよ。28,600円、フリーサイズです。で今ねちょっと数少ないんですけど、またお盆に向けてね、はい、追加生産依頼します。たくさん入ってきます。ぜひ皆さんこの機会にゲットしてほしいですね。はい、じゃあ竹内くんの2つ目、はい、お願いします。ボクサーです。おお、なこれも意外やね。竹内くんショーツのイメージないし。そうですね、もともと履いてたショーツ。ショーツこれが人生で初め初ショーツで。あ、リックベースショーツで、はい、ショートパンツデビュー。はい、おー、まあ、リックならデビューできるかなって感じなの。そうですね。でも丈もいいもんね今回この。ちょうどいいですね。なんかあんま短すぎるのも嫌だし、なんか長すぎるのも嫌なんで、まあ、ちょうどいい丈ですねこれ。本当に竹内くんだってね、この丈よりこの方が似合いそうやし、はい、言ってたみたいにこれでちょっと膝出るよりね、はい、こんぐらいの今回バランスいいよね。僕さいいっすね。これどこで買ったんですか？これがパーフェッチがどっかで買いましたね。ミッドウェストで完売してたから。はい、すいません。いえ、これでサイズ 46?46 です。でもいい感じやね今回、横向いた感じも。そうですね。で前ほど深くなくて、はい、でもこう物足りないスリットでもないし動きは出て、はい、ね、ショートパンツでもやっぱりこうスポーティーさありながらもモードなカッティングで、はい、素晴らしい仕上がりですよね。そうです ね、 ね、それ短パンでもかっこよくなるもんね、やっぱりリックの短パン。そうですね、本当に。まあでもこの感じでジオバスケットはもう最高でしょ。最高ですね。やっぱね、ジオバスケットもやっぱこの時期買うのがいいし、ボクサーはやっぱこの時期がね、はい、いいですからね。秋冬は秋言うてますけれども、はい、今着るものも大切ですからね。そうですね。じゃあ僕の3つ目はね、はい、アクセサリー、カラーのネックレス買いました。可愛くない？めっちゃ可愛いですね。え、はい、ねえ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 、何この素材の合わせって感じやん、この。そうですね、もう他のネックレスにはないようなデザインね、洋服の切り替えはもちろん、アクセサリーもここまでやるかっていう、はい、ガラス、ベルベット、スウェードコード、真鍮チェーン、ハイブリッドネックレスですね。すごいですね、うん、これね、しかもネックレスももちろんやけど、はい、このブレスレットにしても可愛いし。可愛いですね。うん、あのカットダブレットのトラックパンツでこう、はい、ブレットチェーンみたいにいいですね、してもいいし、はい、これ買うだけでいろいろ楽しめるっていうのがね、購入の決め手かな。はい、うん、シルバー系のネックレスはまあ僕いっぱい持ってるんで、はい、なんか違う感じね、ちょっとヴィンテージ系の服も最近増えてきたし、こういうねアンティーク調のゴールドとシルバーのミックスと色味のモダンさ、やっぱカラーでしか買えないなと思って、はい、買いましたね。これまだ在庫あります、はい、ちょっとだけ。今回カラーめっちゃ良くない？カラーめっちゃいいですね。ねえ、なんかこれ買ってから結構カラーのテンションスイッチ入っちゃったんで、はい、なんか買おうかな。ジャケット系もどれもいいしね。ジャケットいいですね。うん、ちょうどね最近セカンドデリバリーも入ってきて、はい、カラーの方はもう感動っすね、はい、3つ目がこの T シャツです。ラフシモンズの。ラフシモンズですか？はい、これはラフシモンズデビュー、もしかして。デビューですね、これが。デビューにしてラストコレクション。はい。悲しいような。悲しいような。うん。でもこれめっちゃアートいけてるもんな。ほんと、生地ツヤ抜群っすよね、このラフの T シャツは。そうですね。うん。このつるっとした光沢が T シャツでもエレガントさを感じさせるというか。はい。うん。しかもじゃ
高い近くなの。ジャケット着るから、はい、ちょうどここ見えてな、はい、このグラフィックにちょっと一目惚れしてめっちゃかっこいいなと思って買ったんですよね。もうなんかアートを買ってるような感じだもんね。そうですね、素晴らしいね、はい、形もめっちゃ良くない今回の。もうなんかちょっと変わってるよね、このなんか前後ろ逆にしてきてるみたいな。はい、なんかパッチもここにありますしね、普通やと後ろにつくし、竹内君によっても記念的な T シャツになったということで、はい、記念ですね。あとちょっとあるもんね、ラフシモンズの商品もまだ店頭にもね、はい、はい、結構ね、僕もそうやし多分皆さん最後何か買っておきたいっていう、はい、お気持ちの方もきっと多いと思いますので、はい、ね、チェックしていただければ嬉しいですね、はい、じゃあ4つ目、はい、これ最後っす、はい、ブラン BE004 っていうのを買いました。暑すぎてもう、はい、サングラスねあんまかけへんねやもともと。これはねちょっと形変やん。変っすね。ね、なんかあんまりサングラスっぽすぎるの苦手なんで、これなんか適度にこうラウンドしてる形の面白さと、あとこの極厚フレーム、はい、テレビジョンカットの、まあ、オーバーサイズの服とか多いから僕とか、もうこれぐらいボリュームあるとね結構収まりいいっすね。これ買ってからね、1週間前くらいに買って、はい、毎日かけてるんですけど、はい、なんかかっこよくなった気分になりますね。サングラスはテンション上がりましたよね。なんかスイッチ入るな、はい、いい感じ、いい感じ。これでダブレットの上下とかも、はい、かっこいいかなと思って。かっこいいですね、うん、この服選ばずかけれるからおすすめですね。ブランのサングラスはでも本当そういうの多いと思いますね、はい、8月5日からのポップアップのやつ、いっぱい増えますね。夏の必需アイテムですからね。必需ですね。竹内君もビッグのサングラスかけてるもんね。はい、ね、サングラスぜひとも見に来ていただければなと思ってます。はい、竹内君もこれでラスト。はい、ラストです。何買ったんですか。あ、このマルジェラのバッグ買いました。すごいね。リッコエスラフシモンズメゾンマルジェラ。はい。素晴らしいね。これ可愛いよね。でもめっちゃ可愛いです。竹内くんチェーンタイプ似合うね。はい、なんかチェーンとなんかあと黒いなんか革のベルトタイプあったじゃないですか。うん、もう僕もこれ絶対もこっちだなと思って。せやんね、僕のやつちょっとねこれやっぱり可愛くて難しいんですけど、竹内くんはなんかこのキャラクター的にマッチしてる感じあるね。この可愛さね、はい、グラムスラムのこのもちもちふわふわ、もこもこの、はい、触り心地最高ですね、これ本当に。ずっと触っちゃうもんね。はい、竹内くんでもこのマークいつ使う？いつ、まぁ、あ、ちょっとお出かけする時とか。ちょっとお出かけね。はい、ちょっとお出かけで、大学には持っていかない。持っていかないですね。うん、まあ、でもこれはね、なんか持っておきたい感あるよね。はい、いいバッグ1個も持ってなかったんで。もう持ってない。容量はさておきね、はい、これはねアクセサリー的な感じで。そうですね、いいと思います。はい、かわいいです。はい、いくらしました？21万ぐらいですかね。いい値段ですね。はい、でもまあもともとマルジェラ買ってたもんね。だから T シャツとかね、マルジェラ好きでしたね、もう前から、ね、あ、はい、それ旅も持ってるもん。はい、じゃあ次バッグやもんね。バッグですね。おめでとうございます。これどこで買われたの？これはミッドウェスト大阪で。ありがとうございます。ラフシモンズも。ラフシモンズも。ありがとうございます。ということで、まあちょっとね、いろいろ購入させていただいたんで、はい、ね、やっぱ買い物って楽しいですからね。はい、気持ちいいですね。はい、頑張って働いて、はい、じゃんじゃん買い物して、はい、はい、これからもファッションの楽しさをね、こうお伝えしていければなと思っております。はい、じゃあ引き続き YouTube、あとまあ TikTok もね、はい、チェックしていただければ嬉しいですね。はい、ということで、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。